していきたいと思うんですが、今僕ちょっとパーマ当ててめちゃくちゃ髪に水分がないんですよ。もうパサパサなんですよ。今もうめちゃくちゃチリチリで、最初まあパンチパーマみたいな感じだったんですけど、ちょっとやってしまったなと思ったんですけど、そっからちょっと緩めてもらって、今はまあチリチリなんですけど全然マシな感じですね。寝て、今髪の毛寝ているんでちょっといい感じですね。でも黒にしたんですけど、染めてから元赤茶で、染めてからやっぱその染めたその日は髪の毛洗ったらいけない言われてたんですけど、ちょっと気持ち悪すぎて、気持ち悪すぎてっていうか普通に頭洗ってしまって、普通にめちゃくちゃ色抜けました。黒にせっかく染めたのに速攻茶色になりました。ちょっと残念でしたね。まあ、他はですね、どんな髪型しようかなと思ってて、自分最初くくろうとしてたんですよ。ちょっとくくるんいいかなと思って、けどくくるんはもうめちゃくちゃ髪の毛いるんで、そのめちゃくちゃ長いのは嫌なんですよ。もうここら辺ぐらいまで長いみたいなじゃなくて、ちょっと短髪の侍系にしようかなみたいな思ったんですけど、我慢できないですね。その髪の毛が長くなるのを待てないです。やっぱ難しいですね。何しようかな次、その次の髪型ちょっとめちゃくちゃどうしようかなって迷ってるんですよ。どんなんがいいでしょう。普通にシンプルに2ブロックで行くのもありなんですけど、ちょっと変えてみたいなと思ってます。どんなにしよう、なんかおすすめとかないですかね。それコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。どんな髪の毛見せられない、見せれないんですけど、見せれないんですけど、というかこんなんがいいよとかあったら教えていただきたいです。まあ、今日は